1997年の第6代ウェストミンスター公爵ジェラルド・グローブナー。第6代ウェストミンスター公爵、ジェラルド・キャベンディッシュ・グローブナーは、イギリスの貴族、大事主、陸軍軍人、政治家。莫大な土地を所有し、不動産会社グローブナーグループのオーナーである、世界的大富豪の一人、陸軍軍人としてのキャリアも積んでおり、最終階級は少々である。 父が爵位を継承した1967年から、自身が爵位を継承した1979年まで、グローブナー伯爵の儀礼称号を使用した。1951年12月22日、後に、第5代ウェストメンスター公爵となる、ロバート・グローブナーとその妻ビオラの長男として、北、アイルランド・オマーに生まれるハーロー公やサニングデール、スクールで学ぶ。 1979年2月19日に、父の死により、ウェストミンスター公社区以下5つの社位を継承した。貴族院議員に列し、貴族院改革のあった1999年11月11日まで在職した。2016年8月9日、イングランド西北部ランカシャーのロイヤルプレストン病院にて生居。64歳没。 1988年のウェストミンスター公、ウェストミンスター公爵は、王子主の中の王子主であり、不動産会社グローブナーグループのオーナーである2015年のサンデータイムズ、リッチリストによれば総資産額は約85億6000万ポンドで、英国内で経済活動する者の,の中で第9位という資産家である。1973年5月13日に国防義勇予備軍として、 王立総合軍団の少尉に任官。1975年5月13日に、中尉。1980年7月1日に大尉、退九1985年12月22日に、小佐。百九十二年四月一日に、中佐。百九十四年十二月十一日に、大佐に昇進。百九十五年十一月三十日。 士官訓練部隊に名誉大佐として配属される。1996年1月1日に陸軍航空軍団に配属される。2000年1月17日に順将に昇進。2001年5月14日のロイヤルメルシャン及びランカスター用マンディ連隊の名誉大佐となる。2004年に少将に昇進し、また国防参謀総長副官に就任し、2007年、 初等まで勤めた。2011年5月には地上部隊司令官代理に就任し、2012年まで勤めた。2003年にガーター勲章を受けた。2012年にロイヤルビクトリア勲章コマンダーを受訓するとともに、コーンウォール公領会議の議員に就任。2006年6月19日、ガーターセレモニーで、 セントジョージ・チャペルまで更新するバーター、騎士団員ウェストミンスター校1979年2月19日の父の死去により以下の借位を継承した。1978年に陸軍軍人ハロルド・フィリップ・チューサの娘ナタリアと結婚し、彼女との間に以下の4校を設けた。ありがとうございます。